金本選手をターゲットにしているということで、明選手がなんか中心人物のように見受けられますよね。でもそれでいけないんです。ヒート選手とかタイガー・バスケ選手とか、もうその明選手に対してもなんていうんですかね、ライバル心を持ってですね、相手に向かっていかなきゃいけない。その青コーナー、若い世代の柿原が下道を攻めていく。先ほどの1本目は8分18秒、エビ固めでスペルクレイジーが侍を破っている。さあ現在赤コーナーが4人、青コーナーが5人という格好になっています。ここはコンプリートショット、下道が返していきます。さあチャージを仕掛けた下道が柿原を狙っていく。締めにかかりますか。スーパーフライの掛け声とともに、さあ仲間たちは助けに入ることができないでいます。フライングボディプレス、がっちりと決まった片指。しかしここはタイガー。いや今日はですね、いつもはそのちょっとコンビネーションに問題があります青コーナーですけれども、タイガーさんやヒートのフォローがうまく入りますね。そうですね。さあリング上は下道と柿原、両者ともにうまいところ。これはどこに敵がいるかわからない下道カッチ。いいカット入りますよね。さあそしてヒートにですね話を聞いたんですが、今日勝つだけではなく勝ち続けることが大事なんだと、そう話しているわけですね。2人取った。青コーナーまだ5人います。柿原が下道からスリーカウント。いやがぜんこれで青コーナーが有利になりました。やはり勝ち続けること、それがライガー金本への答えであると、ヒートは考えているわけですね。やっぱりヒートもね、意識してるんでしょうね。やっぱりジュニアのすべてはね、敵なんですよ。みんな敵だと思わないとダメですね。さあ今度は柿原とそして藤田実というところ、自称スーパージュニアヘビー級。その藤田が攻めているところを投げっぱなし。アーマン、先ほど下道からスリーカウントを奪った柿原が続けて藤田実からも、ここはライガーがカットに入りました。両チームともにリング上見慣れていきますが、一気にこの孤立した藤田を柿原がまたも仕留めていくのか。さあ今度は稲妻でピラリアート。いやここで柿原がですねすごいいい活躍をしてますね。やっぱり柿原もね、このね青コーナーのね人間たちの中でも這い上がっていけない。僕らから見るとね、柿原選手ってこの中では一番おとなしい選手になってると思いませんか。確かにそうかもしれませんね。スモールパッケージホールド、これは固まっていくか。一瞬の隙をつくが疲れました。藤田実、柿原からスリーカウントを奪った。先ほど10分7秒片指固めで下道からスリーカウントを柿原は奪ったんですがね、ここは藤田実が奪われました。これで赤コーナー、ライガー、金本、さらには藤田実と3人残っています。一方の青コーナー、スペルクレイジー、アキラ、タイガーマスク、ヒートと4人残っている。依然青コーナーがやや有利という格好になっています。素早くトップロープ、スペルクレイジーのフライングボディプレス、そしてラ・マヒストラルで固めていく。綺麗に固まったが、だんだんとこのライガーのフォローがうまくなってきました。なんとかここでもう1人同じ数にしておかないと青赤コーナー苦しくなってまいります。さあ回転エビ固めを、いやこの珍しい攻防、両者ともにこれもしかするとねそんなに対戦経験はないと思うんですがね、相手の技を読んでますね。先ほどは藤田実が柿原を首固めで11分37秒破りました。これで10人のうち3人の選手が抜けたことになります。プロープを超えてこれをどうするのどうするのどうしちゃうんだ。すごい、逆にこのプランチャーは返した、回しました藤田実。大きなダメージを負ったかスペルクレイジー。1本目はスペルクレイジーが侍から取りました。2本目は柿原が下道から取りました。そして3本目藤田実が柿原から取って、青コーナーが4人、赤コーナーが3人という現状。今度は藤田実が続けて取っていくのか。スペルクレイジーから何を狙うか。スペルクレイジーはまだ見えていません。どこにいるか。後ろから後頭部近くからのミサイルキックを食らってしまった。片指固め、なんとか返します。さあこのジュニアイデオロギー闘争エリミネーションマッチ、5対5が現在4対3。青コーナーがややリード。さあリードされている藤田稔、同じ形に戻せればハイキック。さあこれをうまい連携、キックキック、そして藤田ドライバー、頭から落ちた。これをフォローに入れるか、入れるか、入れない。藤田稔が2本取りました。金本に助けられましたね。やはりこの認めてる同士タイガーマスクが割って入ってきた。ここも藤田稔見えておりません。鶴竜さん、これで今3対3の同じ数ということになりますね。はい、ここからですね。ですね。さあ、ズームストンパイルドライバーで藤田稔を倒して、この長距離ヘッドバット。自力で返します。ここは藤田稔。ここですね、藤田、2人チキンウィングフェイスロックに取っておりますが、この藤田返せるか。ちょっとですね、藤田がもう2人取ってますんでスタミナ的に苦しくなってますよね。先ほどのは14分18秒、スペルクレイジーを藤田稔が片指固めで破っています。これで3対3同数になりました。さあここでもまた先ほどスペルクレイジーを葬った藤田ドライバーですが、ヒートがカットに入ります。藤田選手ね、これだけスタミナあると思いませんでしたよね。やっぱすごいですね。やはりこれは、ヘビー級の選手を相手にしていましたんでね。そうですね。そういうところもあるかもしれませんね。素晴らしい。いきなり駆け上がった四元殺法タイガーマスク、腕を取って最上段から投げてまいりました。そしてさらにもう一度チキンウィングフェイスロックいっている。これを投げた。うわすごい。腕の関節外れたが藤田稔、そして今度はタイガースープレックス、綺麗に決まった。美しいブレッジ、カウント3。これは文句なしですよね。文句なし、タイガーが取りました。しかし今度はライガーが割って入る。藤田稔が2人倒しましたが、今度はタイガーに取られました。いやー、今のは取られてもしょうがないようなね、タイガーマスクの素晴らしい連続技でした。さあこの今度はライガーが上がっている。ライガーを剣山、膝を立てました。しっかりと読んでいたタイガーマスク。いやー、ここまでタイガーはあまり出てませんでしたから、スタミナ温存してますよね。うまいですね。さあここで一気にライガーを倒して、俺たちが新日本ジュニアのど真ん中を歩いてやると、そういった気概を伺わせるか。ダブルアーム、トップロープからのなだれ式ダブルアームスープレックス、そしてバック中しての膝。ここライガーは自力。現在赤コーナー残っているのが IWGP タッグのチャンピオンコンビ、ライガーと金本浩二。金本は現在ジュニアの2冠王、ジュニアの頂点に君臨をしております。さあここでライガーをかわすかかわすか、両者かわして読んでいるが、三角締めにいった。金本は救出に入ることができません。これどうですか。もうやばいですね。やばいですか。まあこれはリングの中央苦しいが、ライガーギブアップするか。ライガーとヒートには戦いがないんだ、ハートがないんだと言い続けていた。そのライガー、金本がタッチに入りました。うざいんだよとばかりにタイガーマスク。金本をリング下突き落とした。ここはライガー苦しいか、虫の息か、攻められておりますライガー。一気にここもタイガースープレックス決めるか。いや、投げっぱなしをバック中で返した。風車式のバックフリーか。いや力強い。読んで読んで読み合いというところ、やはりライガーにね、一日の長がありますかね。さあここでショーダー自らのオープン飛んで反応をかして、カウント1、カウント2。やはりこの辺り経験の差というのがあるんでしょうかね。そうですね。本当ですね。サンダーライガー選手っていうのはパワーがあるんですよ。一発一発のねパワーがあるんでね、これはねやっぱり受けると大変ですね。垂直だった首が変な方向に曲がった。カウント3、返せない。完璧に決まった垂直落下のブレーンバスター。